オレフィンの1、3アリル歪みアリル歪みは、二重結合の存在する分子において、二重結合上の原子にある置換機と、アリルイ原子上にある置換機の間に生じる反発相互作用のことである。英語のストレインをそのまま音訳して、アリルストレイン、アリリックストレイン、あるいは略して、A ストレインとも呼ばれる。アリルイに近い方の原子上の痴換機との相互作用が、1、 にアリル歪み、ストレイン、アリルくらいから遠い方の原子上の地管器との相互作用が1、3アリル歪み、ストレインと呼ばれるが、1、にアリル歪みは、本質的に単結合の重なり歪みと変わらないため、アリル歪みといった場合、通常は1、3アリル歪みのことを指す。原子1乗に地管器が存在する場合、原子2乗の地管器との間に重なり歪みが生じるため、 原子1乗の地換気は原子2乗の地換気とは二面角が180度となる立体廃座を取ろうとする傾向がある。一方、二重結合の存在によって原子3乗の地換気の位置は原子2乗の地換気に対して固定されている。そのため、このアンチペリプラナー廃座を取ろうとした場合、原子2乗の地換気に対して、 トランスの位置にある原子3乗の置換気が原子1乗の置換気と接近してしまう。この結果生じるのが1、3アリル歪みである。アリル歪みは二重結合の存在する分子に特有の立体反発である。原子2原子3件が単結合の場合には原子3乗の置換気の位置は固定されていないので原子1乗の置換気から自由に離れることができる。そのため、 アリル歪みに相当するような1、3歪みは安定なハイ座を決定する重要な要因にはならない。ただし、肝式化合物においては、地管器の位置が固定されるため、同じような1、3対位間の地管器の立体反発が安定なハイ座の決定に重要な要因となる。こちらについては1、3次アキシャル相互作用を参照のこと。1、3アリル歪みの存在のため、 アリルイに地管器を有するアルケンの二重結合周辺の立体配座はある程度固定されている。アリルイに地管器がある場合、重なり歪みと1、3アリル歪みの両方をなるべく小さくするために最も立体的に小さな地管器が原子2乗の地管器とアンチペリプラナーの位置を占めようとする。残りの2つの地管器は原子2乗の地管器とそれぞれ合子の位置関係を占める。 ことになる。合種の一の置換器は二重結合への旧電子主薬の接近の妨害や補助となりうるので、アリル以上の3つの置換器が異なる場合、二重結合のそれぞれの面への反応性が異なりジアステレを選択的な化学反応が起こる場合がある。例えばタートブチルジメチルシロキシモトのような立体的に大きな置換器がある場合、それが廃坑した面からの反応は妨害され、 反対側の面での反応が進行しやすくなる。また、水素結合や排位結合してから反応するような反応剤では、それらが可能なヒドロキシ元などの置換器が配行した面からの反応が促進される。このような立体肺座を繊維状態として、旧電子主薬の化学反応のジアステレオ選択性を説明するモデルは、ケンドールハウクによって提出されたため、 ハウクモデルと呼ばれる。ありがとうございます。